佐賀海戦海戦は、ロシア陸軍が日本陸軍に対して行った反撃により始まった海戦。この戦い以降陶器に突入し、佐賀の大陣と呼ばれる膠着状態に陥った。海戦の契機はロシアがロシア満州軍をアレクセイ・クロパトキンのみの指揮下であったものをクリッペンベルクとクロパトキンの二島体制に移行させる決定をしたことである。この決定に、 不満のあるクロパトキンは日本陸軍を攻撃して威信を示そうとした。10月9日にロシア軍の攻撃が始まり、それを日本陸軍が迎撃するという形で戦いが始まった。日本陸軍はロシア軍の攻撃を察知したので圧倒的な兵力差がありながらもロシア軍に対して効率的な防御を行い大きな損害を与えた。それから日本軍は ロシア軍に対して攻撃を仕掛けたため、ロシア軍は佐賀北岸に退却した。日本軍はさらに攻撃を行おうとするもロシア軍の反撃を受けて退いた。満州軍は弾薬がつき、大本営は旅順行為戦を遂行するために優先して弾薬をそちらに送ったことと、陶器に突入して軍隊行動が困難となったことから、満州軍は残酷で次なる。 構成機会を待つこととなった。なお、この海戦において特筆するべき存在としては、梅沢道春少将を率いるこのエービコン性旅団がいる。このエービコン性旅団は、工尾兵の兵士たちによって構成された二級部隊ながら、梅沢による卓越した指揮の下最前線において、精鋭部隊に劣らぬ猛烈な奮戦を見せ、長期の一端をも担う活躍を見せたことで現在に、 その名を残している。佐賀戦役碑は、両寧省両用市のすぐ北の新用市行けるケトンク、佐賀保、郷隆市や老子村の東園立山にある。南北両山に分かれていて、南山には日本による第四軍戦石碑が、北山にはロシアの十字架の石踏みがある。佐賀戦役碑。ありがとうございます。